はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行くね。今ね、ここまで、やってきてます。ニューヨーマシティだね。イベントの将棋のやつは、ジバニャンの、鈴を入手してるのよ。でも、あれって、ちょっとね、ほんの4、5時間、放置して見てなかったりすると全部取られてるのよ。なのでちょっと諦めモードです、今のところ。で、今回はね、ついにこいつ入手しました。めちゃくちゃね、時間かかったな。ついに入手したキャラクター、これヤマタン。ヤマタン、これ絶対必要な妖怪でしょ。まあ、攻略サイトなんか見てね、ヤマタンは取っとけと、いう風にあったので、頑張って取りました。一日でね、まあ、入手することはできたんだけども、結構かかった。5、6時間以上はかかったかな。とにかく、人魚の宝石か、宝玉か、あれと、しどろもどろ。入手がめちゃくちゃ難易度が高かったわ。でも、このヤマタンが、必殺技レベルが5以上じゃないと、ほぼ使えないっていう話で、今4です。4。ガチャを引けば、まあ、ミニ秘伝書が5、6枚パーンで出るんで、まあ、すぐレベル5までは上げれると思うんだけども。とりあえず、今日はヤマタンを入れて、どんな感じなのか、試してみたいと思います。まあ、バフを入れる前に、あれだよね、フィーバー前にヤマタンを増やすんだよね。二色整地して。そこまでちょっとやってみます。頑張ります。こういう感じかな。二色整地して、で、ヤマタン使うんだよね。で、こうなった。で、まだフィーバーに入らなくていいから、難しいな。で、ヤマタンを消す。で、ヤマタン使う。おお、めっちゃ増えた。で、また、ヤマタンを使うのか、これで。ヤマタンを使う。めっちゃ増えた。で、もう一回ぐらい使うの。ちょっと増やしとく。はい。で、ヤマタン使う。うわ、こんなんだったよ。え？で、こういう感じ？こうすんの？で、これなんか不思議な感じになったぞ。いいか、いいか。つなげるよ。これでフィーバーになるよね。なってない。え？ああ、いや、もう一個つなげればいいか。フィーバーなった。で、王者のブローでしょ。で、マタローを使って、で、お待つ。めちゃくちゃ膨らむぞ、これ。で、王者のね。それで、お待つ。わーわーわー、あ、ヤマタン、意味がなかった。意味がなかったね。え？ネクスカドライブまた使うよ。こうなります。あ、またまたまたこんなになったよ。で、ネクスカドライブ。こういう感じ？当たってる？やり方。よっしゃ。そうそう、ヤマタン壊した方がいい。え、違うか？よっしゃ。めちゃくちゃなんかこれ難しい。よっしゃ。やり方が当たってるかどうかが分かんないんだけども、いけ。もうこれ限界か。限界やな。あー、でもそんなにいかないぞ。いや、でも面白くはあるな。面白い面白い。
多分練習すればもうちょっと出せるようになると思うけど。はいはい、ヤマタン、ちょっと初めて使ってみたけども、まああとスキルレベル、あ、必殺技レベルか、あれをあと1上げて、ちょっと練習してやってみます。なんかヤマタンとアソーカノアを使ってる画像かなんかを見たんだけども、スコアがね3億ぐらいあったのよ。3000万か。なのでちょっとそれぐらいまでいけるように、練習してみます。はい、では今日はねヤマタンをついにゲットしたということでお知らせでした。またね出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。